あ、どうするんですか。なんか終わらないですか。何終わるって。何か終わらないですか。何かが。いや、特にその終わるっていうものはないですけどね、うん、一応。はい、何にも始まらないし何にも終わらない。いや、まあそうですね。始まりもないですけど終わりもないですね。ラジオネーム JB 散歩。はい、安田。安田さんね、お疲れ様。お疲れ様。ムツゴロウ王国では犬になるのか、アナル丸出しで大変だと思うけど、お前がやりたかったことだもんな。ファイテン。じゃあもう、ね、乗らねえよ。だから乗らねえ。何ムツゴロウ、何乗っかってきてんの、なんかそのムツゴロウの話で。ラジオネーム背中がかゆい、うん、FM 大分さん、うん、和弘。和弘さんね、芸能界卒業おめでとう。しないよ。だからヤフーのトップニュースに載るかな。載らないよ。だから事実じゃないんだから。終わりなの。終わりなんだ。もしそうね、今安田さんが46ぐらい。46ですね。うん、そうね。まあじゃあ今ね、うん、今の段階、もう4月から、うん、もうだから3月明日で終わり、もう芸能界卒業。はい、はい、4月1日から何するんですか。いや、何しましょうね。でもそうするともう純粋に職探しですもんね、まずね、うん、だからあれでしょうね、ハローワークとか行くのか、うん、まあ行くでしょうね、うん、で希望の職。え、はい、おいくつですか。46になります。46、ちょっと難しいですね。なんか特に何かあります。資格、ハローワークの人そんな嫌な顔すんだ。資格とかあります。資格はですね、普通運転免許。いや、それはもう資格って言いませんよ。そうですか。なんかパソコンができるとか、そこ英検が1級だとか、そういうのないですか。資格、はい、ないですね。何にもないんですか。はい、今まで何やってたんですか。一応ちょっと芸能界みたいなこと。見たことないですけど。そうですね、はい、すみません、はい、一応芸能界みたいなことです。アルバイトされてなかったんですか。アルバイト、はい、してなかったんですけど。はい、それでなんか希望とかあります。そうですね、そのなんかそれを活かせるようなマスコミのお仕事とか。マスコミの仕事なんて46歳の汚い面してじじいないですよ。何言ってんですか。いや、それまで芸能界何年いたのか知りませんけど、はい、だったらその芸能界のお知り合いに頼んだ方が早いでしょう。あ、そうそう、ハローワークまで来といてマスコミで働かせてくれなんて。46のクソじじいがなんかもう汚れに釣らして厳しすぎないかな。ハローワークの人。ハローワークの人厳しすぎねえかな。これが厳しい。そんなに言うんだ、ハローワークの人って。いますよ、ね、だっていらないですか、仕事。いや、仕事欲しいんですけど。そうでしょ、はい。なんか希望あります、マスコミ以外で。マスコミ以外だってなんでしょうね。なんでしょうねじゃないんだよ、本当に。46のクソじじいが。あ、じゃあ、車の免許があるんで、うんうん、運転をする仕事を。はい、運転する仕事ですか。運転する仕事っつってもいろいろありますからね、はい、それはもうトラックのドライバーだったり、はい、タクシーの運転手でもあったり。僕道は、はい、意外と知ってるので。道知ってんの。はい、ああそう。道は、はい、カーナビなくても大体。ああそう、はい、じゃあちょっと言ってみてくれる。はい、愛媛の道後から、はい、道後温泉から、道後温泉から、はい、そうね、はい、山口県の宇部市、はい、ちょっとどうやって行くか教えてくれる。国道を通りまして。当たり前だろバカ。指導で行くわけねえだろ。バカかよお前。それもうハローワークの人じゃない、お前じゃん。ずっとだけど。でもそれは実はで、はい、それで最後、はい、車運転し仕事したいっつったら俺がもうベリベリって顔の皮剥ぐのよ。そしたら俺が出てくんのよ。それで安田さん、はい、俺の運転手やるかっつって言うのよ。あ、粋だね。そりゃそうでしょうよ。泣いちゃうね。そうでしょ。そうでしょ。そうでしょじゃねえよ。丸め込まれるとこだった。俺のやっぱりちょっと優しさ気づいてほしいよ。そう、うん、運転手させてやるっつってんだから。運転手、うん、じゃあもう運転手ちょっと、うん、お願いしますな。うんうん、の感じでしょ。でも何がやっぱ運転手だから。当たり前だろクソバカ野郎。何お前まだ運転手じゃねえからその口のっけたやめてくれるかな。直接もし運転手になったらそれでいいけど。いや落とすぞお前面接じゃ。え、面接もう二度とねえぞこんなチャンス。こんなチャンスじゃねえんだよ。おい
希望してないんだよ俺。お前それお前入った唾飲むなよてめえこんなの。入った唾飲むなよ。いや運転手やらせてくれってたお前絶対雇わねえからなお前。頼んでないんだよ。頼んでねえけどお前来年の今日今頃お前土下座したってお前無駄だぞ。すいませんって頼むからっつって。いやそうだよ、何があるか分かんないからいろんな人にやっぱ優しくしておいた方がいいよ。いやしてますしてます。生意気な口聞かない方がいいよ俺に。俺に名前聞いてもいないし。ちょっと先輩だからって。だいぶだわ。だいぶ先輩だ。だいぶだったらしっかりしろよ。本当によ、上島とばっか遊んでんじゃないよ本当に。上島さんね。いや大変だ。俺だってそうですよ、明日からもう本当にさ、不祥事でも起こしてもう仕事ありませんっつったらもうどうしようかなと思うよ。いやそりゃそうだよね。だって俺は安田さんの運転手なんてできないからね、なぜならお前車持ってねえから。いやお前が運転手やだったら買うぞ俺本当に。増税前にそれこそ。お前が運転手やんだったら。俺困るよ、だから本当どうしようかなと思うもん。どうしたらいいんだろうね本当。何にももう何にもできないけど、前の経験があるからもう今度はもう何の仕事だってもうその表に顔を出すように出して指さされるような仕事でもやってやろうと思ってるけど、ね、前は昔はレジに立ったりするのとか接客なんて恥ずかしい言われちゃうから、なんか避けてたって言ってもね、うん、そんなバイトはできないなと思ったけど、もう今回はもうそれでもいいからやってやろうと思って、うん、逆に、うん、なんかないか安田さん、コンビニやってよ、だからコンビニ作れよ。コンビニ作るやん。コンビニ作るの？オーナーで。オーナーで、え、新しいやつ？フランチャイズに入るんじゃないよ。そういうの、その有名コンビニ店を。そういうことじゃなくて、うん、安田コンビニ安田あるわ田舎に。もう純粋に職探しですもんねまずね、うん、だからあれでしょうね、ハローワークとか行くのか、うん、まあ行くでしょうね、うん、で希望の職、はい、おいくつですか？46になります。 46? ちょっと難しいですね。なんか特になんかあります？資格ハローワークの人そんな嫌な顔すんだ。資格とかあります？資格はですね、普通運転免許。いやそれはもう資格って言いませんよ。そうですか。なんかパソコンができるとか、そこ英検が1級だとか、そういうのないですか？資格はいないですね。何にもないんですか？はい。今まで何やってたんですか？一応ちょっと芸能界みたいなこと見たことないですけど。そうですね、はい、すみません、はい、一応芸能界みたいなことです。アルバイトされてなかったんですか？アルバイトはいしてなかったんですけど、はい、それでなんか希望とかあります？そうですね、そのなんかそれを活かせるようなマスコミのお仕事とか。マスコミの仕事なんて46歳の汚い面してじじいないですよ。何言ってんですか。いやそれまで芸能界何年いたのか知りませんけど、はい、だったらその芸能界のお知り合いに頼んだ方が早いでしょう。あ、そうです。ハローワークまで来といてマスコミで働かせてくれなんて46のクソじじいがなんかもう汚れに連れして厳しすぎないかな。ハローワークの人ハローワークの人厳しすぎねえかな。これが厳しい。そんなに言うんだハローワークの人って。いますよ、ね、だっていらないですか仕事。いや仕事欲しいんですけど。そうでしょ、はい。なんか希望あります？マスコミ以外で。マスコミ以外だってなんでしょうね。なんでしょうねじゃないんだよ本当に。46のクソジジイが。あ、じゃあ車の免許があるんで、うんうん、運転をする仕事を、はい、運転する仕事ですか？運転する仕事っつってもいろいろありますからね、はい、それはもうトラックのドライバーだったり、はい、タクシーの運転手でもあったり。僕道は、はい、意外と知ってるので。道知ってんの？はい。ああそう。道ははい、カーナビなくても大体。ああそう。はい。じゃあちょっと言ってみてくれる？はい。愛媛の道後から、はい。道後温泉から。道後温泉から、はい、そうね、はい。山口県の宇部市。はい。ま、ちょっとどうやって行くか教えてくれる？国道を通りまして。当たり前だろバカ。指導で行くわけねえだろ。バカかよお前。ああそれもうハローワークの人じゃない、お前じゃん。ずっとだけど。でもそれは実はで、はい、それで最後、はい、車運転し仕事したいっつったら俺がもうベリベリって顔の皮剥ぐのよ。そしたら俺が出てくんのよ。それで安田さん、はい、俺の運転手やるかっつって言うのよ。あ、粋だね。そりゃそうでしょうよ。泣いちゃうね。そうでしょ。
そうでしょ、そうでしょじゃねえよ。丸め込まれるとこだった。俺ちょっと言ってみてくれる。はい。愛媛の道後から、はい、道後温泉から、道後温泉から、はい、そうね、はい、山口県の宇部市、はい、ま、ちょっとどうやって行くか教えてくれる。国道を通りまして。当たり前だろバカ、指導で行くわけねえだろ。バカかよお前。それもうハローワークの人じゃない、お前じゃん。ずっとだけど。でもそれは実はで、はい、それで最後、はい、車運転し仕事したいっつったら俺がもうベリベリって顔の皮剥ぐのよ。そしたら俺が出てくんのよ。それで安田さん、はい、俺の運転手やるかって言うのよ。あ、粋だね。そりゃそうでしょうよ。泣いちゃうね。そうでしょ。そうでしょ、そうでしょじゃねえよ。丸め込まれるとこだったわ。俺のやっぱりちょっと優しさ気づいてほしいよ。そう、うん、運転手させてやるっつってんだから。運転手、うん、じゃあもう運転手ちょっと、うん、お願いしますね。な、うん。の感じでしょ。でも何がやっぱ運転手だから当たり前だろ。クソバカ野郎。何お前あのまだ運転手じゃねえからその口の聞き方やめてくれるかな。直接もし運転手になったらそれでいいけど。いや落とすぞお前面接じゃ。え、面接もう二度とねえぞこんなチャンス。こんなチャンスじゃねえんだよ。おい、希望してないんだよ俺。お前それお前入った唾飲むなよてめえこんな野郎。入った妻飲むな。いや運転手やらせてくれってたお前絶対雇わねえからな。お前頼んでないんだよ。頼んでねえけどお前来年の今日今頃お前土下座したってお前無駄だぞ。すいませんって頼むからっつって。いやそれだよ、何があるか分かんないからいろんな人にやっぱ優しくしておいた方がいいよ。いやいやしてます、してます。生意気な口聞かない方がいいよ俺に。いやいや俺に名前聞いてもいないし。ちょっと先輩だからって。だいぶだわ。だいぶ先輩だ。だいぶだったらしっかりしろよ。本当によ上島とばっか遊んでんじゃないよ。本当に上島さんね。いや大変だ俺だってそうですよ。明日からもう本当にさ、うん、不祥事でも起こしてもう仕事ありませんっつったらもうどうしようかなと思うよ。いやそりゃそうだよね。だって俺は安田さんの運転手なんてできないからね、なぜならお前車持ってねえから。いやお前が運転手なんだったら買うぞ俺は。増税前にそれこそ。お前が運転手なんだったら。俺困るよ。だから本当どうしようかなと思うもん。どうしたらいいんだろうね本当。何にももう何にもできないけど前の経験があるからもう今度はもう何の仕事だってもうその表に顔を出すように出して指刺されるような仕事でもやってやろうと思ってるけど、ね、あ前は昔